おはようございます。今日は近所にマクドナルドがオープンするので一番乗りを狙ってみたいと思います。一番乗りシリーズ11回目は宮崎市江平にオープンするマクドナルドの一番乗りを狙ってみます。マクドナルドが見えてきた。現在9時、オープン10時なんで1時間前です。果たして誰かいるでしょうか。ドキドキします。おっと、まだ開いてませんね。まだ開いてない。さあ9時半になりました。もう入れるでしょうか。まだ入れないですね。さあ9時45分になりました。オープン15分前です。駐車場開いてますでしょうか。9時50分です。オープン10分前。さすがに駐車場開いてると思うんです。あ、開いてる開いてる。ついに開きました。オープン10分前、ついに開きました。駐車場が入れます。あれ、車1台もいないねあれ、誰一人いない。あ、2人目が来た。あ、3人目も来た。やばい。車止めてる間に車がどんどん入ってくる。あ、4人目も来た。やばい。並ばなきゃ。さあやりました。一番乗りです。まだ一番ドライブスルーも誰もいません。あ、大丈夫ですか。です。あ、ありがとうございます。注文はちょっと待って。すいません、はい、そうすると一番です。一番で失礼します。あ、いいですか、中入って。あ、すいません、一番です。わかりました、一番で。ありがとう。やりました。一番乗り、そして一番椅子、一番テーブルです。大丈夫ですか。あ、はい、いえいえ、大丈夫。こちらがマックカフェで、こちらがマクドナルド、半分に分かれてます。せっかくなんでマックカフェとマクドナルドと両方利用したいと思います。まずはマックカフェ、バナナキャラメルフラッペしました。お客さんどんどん入ってきました。レシートが3レジナンバー1、7月15日のオープンの10時ピッたりになっております。ありがとうございます。マクドナルドはサムライマックのダブル肉厚ビーフを頼みました。すごい肉厚だ。そして飲み物、ミルクとポテト。そしてマックカフェからはこちらバナナのなんたらかんたらというのを頼みました。うん、うん、うん、おいしい。